僕はさ、性格悪いんだよね。知ってます。イジチ、後でマジビンタ。教師なんて柄じゃない。そんな僕がなんで高専で教鞭を取っているか聞いて。なんでですか？夢があるんだ。ユージのことでも分かる通り、上層部は呪術界の魔窟。保身バカ、世襲バカ、高慢バカ、ただのバカ、腐ったみかんのバーゲンセール。そんなクソ呪術界をリセットする。上の連中を皆殺しにするのは簡単だ。でもそれじゃあ首がすげ替わるだけで変革は起きない。そんなやり方じゃ誰もついてこないしね。だから僕は教育を選んだんだ。強く悟い仲間を育てることを。そんなわけで、自分の任務を生徒に投げることもある。愛の無知。それはサボりたいだけでは。みんな優秀だよ。特に3年はかり、2年乙骨。彼らは僕に並ぶ術師になる。ユージもその一人だった。ちょっと君たち、もう解剖始めるけど、そこで見ているつもりか？うわ、体重いわ。てか、ここどこ？ご嬢さん。いじちうるさい。ちょっと残念。誰？ユージ、おかえり。おっす、ただいま。報告修正しないとね。いや、このままでいい。また狙われる前にユージに最低限の力をつける時間が欲しい。記録上ユージは死んだままにしてくれ。ん？じゃあ虎取がっつりかくまう感じ？いや、交流会までには復学させる。なぜ？簡単な理由さ。ワコードから青春を取り上げるなんて許されていないんだよ。何人たりともね。五条悟、やはり我々が束になっても殺せんか。ひらひら逃げられるか、最悪君たち全員払われる。殺すより封印するに心血を注ぐことをお勧めするよ。封印？その手立ては？特級呪物、獄門鏡を使う。獄門鏡？持っているのか、あの忌み者を。上吾、興奮するな。熱くなる。お客様、ご注文はお決まりで。あまり騒ぎを起こさないでほしいな。全員燃やせばいいだろう。高い店にしなくてよかったよ。ゲト、わしは宿儺の指何本分の強さだ。甘く見積もって8、9本分ってとこかな。十分。獄門鏡をわしにくれ。収集に加える。その代わり、五条悟はわしが殺す。近接戦闘に関しては、ユージは頭一つ抜けていると思うよ。今覚えるべきは呪力のコントロール、そして呪術に関する最低限の知識だね。どうしたの？いや、やっぱ修行つけてもらうなら五条先生がいいと思ってたから嬉しくて。俺は弱くて誰も助けられなかった。
それどころか、伏黒を殺しかけた。今のままじゃ、あいつらに顔向けできねえよ。強くなりたい。最強を教えてくれ。お目が高い。先生、自分で最強って言ってたけどね。では、まずあちらにある二つの缶ジュースをご覧ください。はいっと。おお、ぶっ飛んだ方が呪力で、ねじれた方が術式。なるほど。わからん。そうだね。呪力を電気、術式を家電に例えようか。電気だけじゃちょっと使い勝手悪いでしょ。だから家電に電気を流して様々な効果を得るわけ。つまりぶっ飛んだ缶にはただ呪力をぶつけただけ、ねじれた缶には呪力を術式に流して発動させた呪術でねじったの。つまりこれからちょびりぐな術式を身につけると。いや、ユージは呪術使えないよ。簡単な式神とか結界術は別として、基本的に術式は生まれながら体に刻まれてるものだ。だから呪術師の実力は才能がほぼ8割って感じなんだよね。俺はサンダーとかファイヤーとかパワーボムとかできないのか。パワーボムはできるでしょう。ダメだこりゃ。いろんな必殺技とかやりたかったな。今は使えないだけ。そのうちユージの体にはスクナの術式が刻まれる。できないことはガン無視してこう。君の長所をさらに伸ばす。ユージの体術に呪力を上乗せするんだ。下手な術式よりこういう基礎でご利用された方が僕は怖いよ。さっきも言ったけど、肉弾戦の才能はピカイチだからね。でもでも、それなら俺もできるぜ。特急に追い込まれたあの時、なんとなくコツはつかんだ。じゃあやってごらん。ほら、僕の手のひらに打ち込んでみて。どうせできないから。怪我してもしんないよ。こもってなかったね、呪力。なんで？呪力の源は負の感情。君の言うあの時は怒りや恐怖に満ち溢れていたんだろう。みんなわずかな感情の火種から呪力を捻出する訓練をしてるんだ。逆に大きく感情が触れた時、呪力を無駄遣いしないようにもね。訓練方法はいくつかあるけど、ユージにはかなりしんどいものをやってもらうよ。どんな？映画鑑賞。映画鑑賞？そう、名作から C 級ホラー、地雷のフランス映画まで、起きてる間はぶっ通しでだ。もちろんただ見るだけじゃないよ。こいつと一緒に見るんだ。これ持って。ん？何この気も可愛い人形。学長特製の呪骸だよ。ああ、やっぱりか。趣味が同じ。で、全然要領得ないんだけど。焦らない焦らない。そろそろだよ。いったー！その呪骸は一定の呪力を流し続けないと目を覚まして今みたいに襲ってくるよ。さっきも言った通り、ここにはいろんな映画が揃ってるから、まずはその呪骸を起こさず、映画を一本無傷で見通すこと。今は有事でも出せる程度の微弱な呪力に設定してあるけど、徐々に大きな出力を要求してくるから常に気を抜かないようにね。抜きたくても抜けねえよこれじゃ。何から見る？これなんておすすめだよ。ヒロインがムカつくんだけど、最後派手に死ぬの。すんげえネタバレ。最初はアクション。まあまあ、はい、イライラしても呪力は一定。
次、お前も長い獲物試してみろ。意外としっくりきますね。そりゃよかった。ただ一つ難点が。獲物で近接を補うのは賛成ですけど、術式上両手はパッと開けられるようにしたいんです。善院先輩は2つ以上持ち歩くこととかザラですよね。どうしてるんですか？私はパンダに持たせてる。聞かなきゃよかった。物を出し入れできる呪霊を飼ってる術師とかもいるよな。それは無理だろ、レアだし飼い慣らすのに時間もかかる。わからんな。お前あの時なぜ逃げた？宝の持ち腐れだな。あれは俺には特級に勝てる可能性があったと、そういう意味だったんだろうか。先輩、なんとかなりそうです。じゃ、僕は用事があるので、その調子で修行頑張ってね。そうだ、死んでる時、スクナと話したかい？話…心臓を治すにあたって、条件とか契約とか持ちかけられなかった？あー、なんか話した気がするけど、思い出せねえんだよな。そうか。学長との約束までまだ少しありますけど、どこか寄ります？いいよ、たまには先についててあげよう。止めて。え、ここでですか？先行ってて。え、これ何か試されてます？本当に先に行ったら殴る的な。僕を何だと思ってるの？ほら、言った言った。はあ、わかりました。さて。君、何者？ゾンガイ大したことなかったな。誰が大したことないって？フッ、コワッパミ。呪霊のくせにしっかりコミュニケーションが取れる。その上この呪力量、未登録の特級か。特級はさ、特別だから特級なわけ。こうもホイホイ出てこられると調子狂っちゃうよ。教授が傷ついたか？いや、楽しくなってきた。楽しくなってきたか。危機感の欠如。危機感の欠如ね。まだまだ！こんなものか。蓋を開けてみれば弱者による過大評価。今の人間はやはりまがいもの。真実に生きておらん。万事醜悪、ヘドが出る。本物の強さ、真実は死をもって広めるとしよう。このくだりさっきやったよね。学習しろよ。どういうことだ？簡単に言うと、当たってない。バカな。さっきとはわけが違う。わしは確かに触れて殺した。
君が触れたのはね、僕との間にあった無限だよ。教えてあげる。手出して。殺意はない。探るだけ探るか。ん？触れようとしても触れられん。寸前で止まる。これが無限？止まってるっていうか、僕に近づくほど遅くなってんの。で、どうする？僕はこのまま握手してもいいんだけど。断る。照れるなよ。こっちまで恥ずかしくなる。貴様！ただ呪力で強化しただけじゃない。なんだ、わからん、わからねば。まだまだ。無限はね、至るところにあるんだよ。僕の呪術はそれを現実に持ってくるだけ。収束、発散。この虚空に触れたらどうなると思う？術式判定。赤。あ、ちょうどいいか。このわしがなすすべもなく吹き飛ばされた。これが無限。これが五条悟。五条悟に挑むのはいいけど、死ぬよ、上吾。眉唾ではなかったな。だが当たらぬなら領域に引きずり込むまで。どこへ行った？ごめんごめん、待った。どこ？ねえ、ここどこ？そいつは見学の虎杖悠仁君です。富士山、お様、富士山。へえ、意外と飲み込みが早い。ユージ、うわ、五条先生。話しかけても問題なし。早めに出力上げて、さっさと次の段階に進めそうだね。出かけるよ、ユージ。課外授業。呪術戦の頂点、領域展開について教えてあげる。先生、俺10秒くらい前まで高専にいたよね。どうなってんの？飛んだな。あ、説明する気ないな。五条悟を戦闘不能にし、両面宿儺虎杖悠仁を仲間に引き込む。今後のため虎杖は殺せん。まさか我々の目的に気づいて。なんだそのガキは。盾か？盾？違う違う、言ったでしょ、見学だって。今この子にいろいろ教えてる最中でね。まあ君は気にせず戦ってよ。自ら足手まといを連れてくるとは愚かだな。大丈夫でしょ、だって君弱いもん。なめるなよ、コアッパが。そのにやけ面ごと飲み込んでくれるわ。こいつが弱い？嘘だろ。今までのどんな化け物よりはるかに化け物。大丈夫、僕から離れないでね。
領域展開外観鉄地戦。なんだよこれ。これが領域展開。術式を付与した消毒領域を磁力で周囲に構築する。領域を広げるのはめちゃくちゃ磁力を消費するけど、それだけ利点もある。一つは環境要因によるステータス上昇、ゲームのバフみたいなもんだね。もう一つ、領域内で発動した付与された術式は絶対当たる。ここに来たのは半分戯れ、殺せぬならそれはそれで構わんと思っていた。だが突きつけられたこの悲願の差を、呪霊としての新たな人間としての矜持が到底受け入れられん。領域に対する最も有効な手段、こっちも領域を展開する。同時に領域が展開された時、より洗練された術がその場を制するんだ。領域展開無料空所。何が起こった？わしの領域が押し負けたのか？何も見えん、何も感じん。違う、何もかも見える、すべて感じる。いつまでも情報が完結しない、ゆえに何もできん。ここは無加減の内側、視覚、伝達、生きるという行為に無限界の作業を強制する。皮肉だよね。全てを与えられると何もできず緩やかに死ぬなんて。でも君には聞きたいことがあるから、これくらいで勘弁してあげる。さて、誰に言われてここに来た？これが呪術師最強、生き物としての格が違う。早く言えよ、払うぞ。言っても払うけど。っていうか呪霊って会話できんだね。普通すぎてスルーしてたわ。気配を消すのがうまいな。火山頭よりよっぽど不気味だ。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね。ユージっていうか、みんなにはあれに勝てるくらい強くなってほしいんだよね。あれにか。ちょっと予定早めて、これから1ヶ月映画見て僕と戦ってを繰り返す。その後は実戦、基礎とその応用しっかり身につけて交流会でお披露目といこうか。はい先生。交流会って何？言ってなかったっけ？随分と穏やかな領域だね。ジョーゴはどうした？ゲト瀕死、花見が助けに入ったから多分大丈夫じゃないかな。無責任だな。君が焚きつけたんだろう。噂をすれば。ジョーゴ、花見無事で何より。どこをどう見ていっている。体がないのだぞ。それで済んだだけマシだろ。
これで分かったと思うけど、五条悟は叱るべき時、叱るべき場所、こちらのアドバンテージを確立した上で封印に臨む。決行は10月31日、渋谷。詳細は追って連絡するよ。いいね、真人。異論ないよ。狡猾に行こう。呪いらしく、人間らしく。あり、一年ズは？パシッと。大丈夫か？今日だろ？京都校の学長が来んの。交流会の打ち合わせ。特急案件に一年派遣の異常事態。サトルとバチバチの上層部が仕組んだって話じゃん。京都の学長なんて、もろその上層部だろ。鉢合わせでもしたらさ。ターゲットだった一年の虎杖は死んでんだ。恵みたちを今更どうこうするつもりもねえだろ。教員は立場があるけど、生徒はそうでもないよな。あいつら嫌がらせ大好きじゃん。来てるっていうのか、舞が。こんにちは、伏黒くん。なんでこっちいるんですか、善院先輩。あ、やっぱり雰囲気近いわよね、姉妹。双子のな。いやだな、伏黒くん。善院じゃ真希と区別がつかないわ。舞って呼んで。こいつらが乙骨と三年の代だねえ。あなたたちが心配で学長についてきちゃった。同級生が死んだんでしょ。つらかった？それともそうでもなかった？何が言いたいんですか？いいのよ、言いづらいことってあるわよね。代わりに言ってあげる。器なんて言えば聞こえはいいけど、要は半分呪いの化け物でしょ。そんな汚らわしい人外が隣でぶしつけに呪術師を名乗って虫巣が走っていたのよね。死んで清々したんじゃない？舞、どうでもいい話を広げるな。俺はただこいつらが乙骨の代わり足りうるのか、それが知りたい。伏黒とか言ったか。どんな女がタイプだ？返答次第では今ここで半殺しにして乙骨、最低でも3年は交流会に引っ張り出す。ちなみに俺はタッパとケツがでかい女がタイプです。なんで初対面のあんたと女の趣味を話さないといけないんですか。京都3年東堂葵、自己紹介終わり。これでお友達だな。早く答えろ。男でもいいぞ。性癖にはそいつの全てが反映される。女の趣味がつまらんやつはそいつ自身もつまらん。俺はつまらん男が大嫌いだ。交流会は血は筋肉を踊る俺の魂の独壇場。俺なりの優しさだ。今なら半殺しで済む。答えろ伏黒、どんな女がタイプだ。別に好みとかありませんよ。その人に揺るがない人間性があれば、それ以上は何も求めません。悪くない答えね。巨乳好きとか抜かしたら私が殺してたわ。うるせえ。やっぱりだ。退屈だよ、伏黒。伏黒！ああ、伏黒くんかわいそう。二級術師として入学した天才も、一級の東堂先輩相手じゃただの一年生だもん。後で慰めてあげようっと。似てるって思ったけど、全然だ。マキさんの方が100倍美人。寝不足か？毛穴開いてんぞ。口
血の効き方教えてあげる。伏黒、お前を一目見た時から分かってた。ああ、退屈なやつだと。でも人を見た目だけで判断しちゃいけないよな。だからわざわざ質問したのに、お前は俺の優しさを踏みにじったんだ。東堂、どこかで聞いた名だと思っていたが、一級術師の東堂か。去年起きた呪詛師下等による未曾有の呪術テロ、新宿京都百鬼夜行、京都の夜行に現れた一級呪霊5体、特級呪霊1体を一人で払ったっていうあの東堂。驚くべきは、あんた術式使わないんだってな。ん？ああ、あの噂はガセだ。特級相手には使ったぞ。一級には使ってねえのかよ、化け物が。例に漏れず退屈、やる気がまるで感じられん。下手に出てりゃ偉そうに、そこまで言うな。やってやるよ。来い。動く。何やってんの。久しぶりだな、パンダ。なんで交流会まで我慢できないかね。帰った帰った、大きな声出すぞ。いやーんって。言われなくても帰るところだ。どうやら退屈指導士ってわけでもなさそうだ。乙骨に伝えとけ、お前も出ろと。めんどくせ。俺パンダ、人間の言葉わからない。呪術師続けるなら喧嘩売る相手は選ぶことね。うちのパシリに何してんだよ、マイ。あら、落ちこぼれすぎて気づかなかったわ、マキ。落ちこぼれはお互い様だろ。お前だって物に呪力込めるばっかりで、術式もクソもねえじゃねえか。呪力がないよりマシよ。上ばかり見てると首が痛くなるから、たまにはこうして下を見ないとね。ああ、やめやめ。底辺同士でみっともね。野原、立てるか？無理よ。しばらく起きないわ。それなりに痛めつけたもの。何その目。やる気？ナイスサポート、マキさん。さて、動けないでしょ。これで形勢逆転ね。人様の服にバカすか穴開けやがって。てめえのその制服を置いてけよ。私の夏服にしてやる。次は体の穴を増やしてやるわよ。あと、その足の長さじゃこれは着れないんじゃない。帰るぞ、舞。え？そんな、伏黒は。大丈夫だ、パンダたちがついてる。楽しんでるようだな。冗談、私はこれからなんですけど。ダメだ、お前と違って俺にはまだ東京に大事な用があるんだよ。高田ちゃんの怖くがな。ええ、乗り換えミスってもし会場にたどり着けなかったら俺は何しでかすかわからんぞ。ついてこい、舞。もう、勝手な人。あんたたち、交流会はこんなもんじゃ済まないわよ。何勝った感出してんだ。制服置いてけ、こら。やめとけ、バカ。ここじゃ勝っても負けても貧乏くじだ。交流会でボコボコにすんぞ。
ねえ、マキさん。さっきの本当なの？呪力がないって。本当だよ。だからこのメガネがねえと呪いも見えねえ。私が使うのは呪具。はじめから呪いがこもってるもんだ。お前らみたいに自分の呪力をどうこうしてるわけじゃねえよ。じゃあなんで呪術師なんか。嫌がらせだよ。見下されてた私が大物術師になってみろ。家の連中どんな面すっかな。楽しみだ。ほら、さっさと翔子さんとこ行くぞ。私はマキさん尊敬してますよ。あっそ。